こんにちは、萌えです。今回はですね、私が粘土の作品を作ってコネ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 している動画を見てもらいながら、私が作品作りをするときに失敗したらどうするのかとかですね、どうやってうまく作っていくのかっていうお話をしたいと思います。で、この動画もそうなんですけど、いろいろね試行錯誤しています。なので、ちょっとやってみてダメだったらやり直すとか、めちゃめちゃやってます。これもね、フローラルフォームそのまま包もうかなと思ったけど、なかなかやりにくそうだから、またアルミホイルを包み直してやるとかね、いろいろやってます。で、まず私が失敗したらどうするのか、絵でも粘土でもレジンでも、全部作品作りに対してどうしているのかっていうことなんですが、まず絵だったら途中で失敗したら、失敗っていう形がどういった形なのか、人それぞれだとは思うんですけど、例えばもう明らかにこう描きたいものとイメージが違うものができてしまったとか、あとはここにこれを描くはずだったのにちょっとずれてしまったとか、もうそういう、もう自分の中で致命的な、もうこれは作品にならないなみたいな間違いをした時にどうするのかというと、絵だったら描き直せます。で、それも描き上げた状態でちょっとここが変だったなとか、致命的ではないけれども自分で納得がいかないものができちゃった場合、ちょっとここ変だなとか気持ち悪いなって思うことがあったら、もったいないけど描き直します。で、せっかく描いたのにここを描き直したらこの周りももうちょっと描き直さないといけないなとかあるんですけど、それをね失敗作として取っておくより気持ち悪いんでね、そこは全部直します。で、それがもし途中で気づいたら途中で直せるのでいいんですけど、描き上げた時に気づいたら、それもそれでね、いいもの残そうっていう気持ちで描き直します。書き直すって言っても、その一部とかね、直すって修正するって感じですね。で、これが水彩画とかだと難しくなってくるんですけど、色鉛筆とかね、そういうちょっと書き足せないもの、直せないもの、消せないものっていうのはなかなか難しいんですけど、油絵とか、アクリル画とかそういうものだと上からね、こう、塗りつぶしてでも書き直せるので、そういうのはね、もったいないとか時間がちょっとこうもったいないとかめんどくさいとかあるかもしれないですけど、最後までね、自分の納得いくものを作れるようにこう見直して書き直すっていうことはあります。で、この粘土に関しては全部が初見というか、これを作ってみようって思ったら初めてそれ作ります。今もね、実は動物を作ってるんですけど、これ初めて作ってます。なので、自分の中でイメージはできてるんですけど、それでも実際やってみるとどういう感じになるかっていうのがわからないので、自分のね、このスキルもあるし、こう粘土の使い方とかね、いろいろあるので、それがうまくいくかどうかわからないけどやってるって感じです。なので、この作ってる段階でちょっとこれおかしいなって、今もねちょっと考えながらやってるので止まったりしてるんですけど、それを考えながらやって、ちょっとでもおかしいなと思ったらそこでストップして、思いっきり変えてみるとか、もう一回分解してやり直すとか、そういうこともあります。で、これをもうこれでいいかなと思って進めてしまったら、これ最後までいっちゃったらね、最終的に出来上がったもの、この粘土だと、もうやり直すのがめちゃめちゃ大変です。最初からね、作り直さなきゃいけなくなっちゃうので、粘土の場合は途中で気づけたら、その方がね、とってもいいと思います。途中で気づいたらもうちょっともったいないけど最初からやり直すとかね、しっかり修正をしていきます。で、これがもし同じものを何個も作るんだったら、それ何個も何個も作るたびに失敗してたらね、学習してない証拠なのでちょっと良くないんですけど、これもね、一回作ったら次もしっかり同じように作れるように、もしくはもっといいものを作れるようにっていう感じで
作っていきます。なのでどこで失敗したかとか、これこうした方が良かったなっていうのはもう頭の中に入れといて次に生かすっていう感じで作業をしています。なので絵を描くのも10年前と今だったら全然速度が違います。これも多分、ずっと描いていると、スキルも上がってくると思うし、描くスピードも早めようと思っているから早くできるようになっていると思います。なのでこの失敗っていうこともですね、少なくなってきていると思います。絵に関しても失敗しないように、この前こうやったらちょっと失敗したからこうやってみようとか、何年も同じ絵の具を使っていてもこうやった方が良かったなっていうのが、たまにこうアップデートされていくので、それもねしっかりと覚えておいて次に生かしていくっていう感じです。でこれがあんまり絵描かない人、例えば1ヶ月に1個描こうかなみたいな人は、もしかしたらね1ヶ月前数ヶ月前のやつちょっと忘れちゃってるかもしれないので、そこでまたリセットされちゃってまた失敗しちゃうっていうことあるかもしれないです。ただ私の場合毎日のように絵を描いていたり、こういう作品作ってるので、もうずっとね忘れないぐらいのスピードでね描いてるので、その辺は大丈夫なんですけど、もし次やる時もうちょっと先だなとか、あんまりこう、趣味程度にねやってる人は、次気をつけることっていうのも気づいたらなんかにメモしておくといいかなと思います。例えば絵の具だったら、この一色塗りの時はこれぐらいの水分量じゃないとこうちょっと失敗しちゃうとか、絵の具じゃなくてもですね、この粘土でも例えば乾かす時はちゃんと急激に乾かさずにちょっとね湿らせたティッシュをかぶせておかないとひびが入るとか、そういうのもちょっとしたメモを残しておくと、また次使う時にね思い出せるので失敗が少なくなると思います。私も結構いろいろやってるので、例えばこの粘土でもそうだし絵もそうですけど、グラフィックデザインもやるので、例えばそれもね結構間が空いてしまうと、そのソフトとか機械とかね、そういうものの使い方があれこれどうだったっけみたいなことがね結構あったりします。で毎日使ってたら覚えるんですけど、たまに使うとねなかなか出てこないこともあるので、気になったこととかちょっと忘れそうだなと思ったことはメモしておいた方がいいかなと思います。そうするとね失敗もしないと、時間もね有効に使えるし、失敗してる時間がねもったいないので、皆さんちょっとそういう風にやってみてもらえたらなと思います。でちなみに今このなんか奇妙な形作ってますけど、これはね今アルパカを作ってるんですよね。でこれちょっと自分のキャラクター作ってるんですけど、今この体にボコボコさせたこのやつをねつけてるんですけど、これ一旦なしにします。でこれ一回こうやって作ってみて、これいいかなと思ってこのイメージでね私はデザインしてたんですけど、実際こうやって粘土をつけてみたらイメージとちょっと違ったというか、あんまり良くなかったので一回やったけどゼロにしました。でやり方をね全部変えました。なのでこのねアルパカちゃんの、動画も完成バージョンもね出したいと思うので、そちらも楽しみにしておいてもらえたらと思います。はい、ということでね今回は私が失敗したりするときどうしてるのかっていうのをねお話ししました。皆さんもなんか自分どうしてるみたいな、おすすめとか気をつけてることとか、どうやったらいいのかわからないこととかね、なんかあればコメント欄に残してもらえたらと思います。ということでまた次の動画で、バイバイ。